飲食店などを対象に新型コロナウイルス感染対策のガイドラインなどについて広く知ってもらおうと、奈良市で啓発活動が行われました。この啓発活動は、新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む飲食店を支援するとともに、市民や観光客が安心して利用できるようにと行われました。今日は奈良市の東向商店街で、市や市保健所の職員らが店舗を回りながら感染対策のガイドラインを配布し、火事を起こさないようにアルコール消毒液の取り扱い方などを説明しました。また、市が感染対策を行っている店舗に配布する独自のステッカーの申請方法なども説明されました。奈良市は今後もこうした啓発活動を続けることにしています。感染拡大と経済活動をやはり両立させていかなければ、我々も生き残ることはできませんので、感染拡大の防止をしながら、そしてお客様に喜んでいただけるような努力したいなというふうに今感じております。